らない決めつけていた子供の僕が風邪をひいても落ち込んでても電話の向こう側気づいてくれる温かい声優しく背中を押してくれるあなたの声今はまだいいさ言い訳ばかり情けないけど次の毎日変わりゆく自分今すぐ自分に今さら届くいつもの言葉今だから言える聞いて欲しい恥ずかしいけど伝えたいんだ変わらぬ愛情注ぐあなたに今なら言える僕の思いありがとうせーの、じゃじゃん。はい、JT の CM ソング、思い歌、思う歌。清作さんの曲、まずはシンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、もちろんショートカットバージョンで一番をフルコーラスでやったということでございまして、この後ずっと曲が続くんですが、基本的にはこの流れで、曲が構成されております。はい。で、動画のテロップと一緒に弾いてもらうのもバッチリなんですけど、それができるようになったらですね、自分でノートとかに書く、紙に書き出して、自分だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。はい。で、ガズさんのノートの特徴は、下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンのコード進行なんで、今のは全部上の段を弾きましたということになっています。曲はシンプルで、さっきも言ったんですけど、コードは4つですからね、4つ。4つでもどれだけこの音楽っていうのはね、こう可能性を引き出せるからっていう、こう、素晴らしいです。はい。じゃあ、ここ一停止して、読んで、書いててください。で、この、謎のラインはですね、これ音程を私が、確認するために書き出してるんですよ。点はリズムです。もし、参考になりそうだったら、こういうのも書いてもらうといいと思いますね。はい、一時停止でどうぞ。はい。じゃあ、ここからかな。ここがまた、サビっていうかね。はい。あの、盛り上がるかっこいい、泣けるところですね。この辺ちょっと、後半はかっこいいバージョンでは、このコードがいろいろ動きますが、それやったとしてもそんな難しくないんで、いろいろこの、ご自分のこの、スキルに合わせて選んでいってください。はい、ちょっと字が細かい。ね。はい、こんな感じでございます。じゃあ、コードの解説いきましょう。C と、今やった簡単バージョンはコード4つですよ。C と Am、F と G7 か。この4つだけでも、これはウクレレ始めたのも、まず最初に覚えるよ4つのコードですからね。で、このままかっこいいバージョンになだれ込むんですけど、かっこいいバージョンでは1個だけこれが、ほんと一瞬、ここで出てくるだけなんですよ。一回だけこれが出てきます。これも入門コードのうちなんですけど、まあ、つまり、両方足してもこの入門コードの中で収まります。これは5個のコードなんですけど、一応これね、今日シェアしておきたいのはこれです。ガズレレ必須コードというグループがあります。このガズレレ必須コードを解説している動画を、ここに貼っておきます。これわかりやすいんで、ぜひコードを覚えてください。とはいえ、この曲はほんとね、もう超入門コードなんで、先ほどのね、初心者レッスンはここって言ったところで、最初に出てくるコードでこれ、今やりました。よかったです。はい。それではここからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。この曲のね、面白いところは、3連のリズム。出てきます。4つ弾きの時にはあんまりわからないです。さっきやった初心者のところ、じゃあこのコード進行、イントロで出てくる C と G7 でやってみましょうか。C、C、G7、G7 って弾いたでしょ ?4 つ弾き、このワンブロックで4つ、4回弾くわけだから。3連だとどういうことかというと、1回の手拍子の時に3回弾くっていうイメージです。C、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 G7、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 ちょっと口回んなかったけど、そんな感じでやるんです。そうするとどんな雰囲気になるかちょっとやってみましょう。4つ弾きの時は、ってなったでしょ。これを3連で弾くと、
こんな感じになります。ちょっとイントロやってみると、ダンジャカジャン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 。ちょっとイントロね、コード進行変わったけれども、こんな風にやります。これをテロップで合わせる、テロップと合わせるとこういう表現になりますね。ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン。こんな感じのイメージです。 C だけでやると、口で言うと、ジャンジャカジャン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 、1、2、3、4。こんな感じの3連のリズムでやってみようと思います。これをあんまりガチャガチャなんないようにね、なんかこうガチャガチャじゃなくて柔らかくこう、ここほうきで吐くようにね、ちょっとこっちに寄りの方がいいと思います。いや、こっちに行けば行くほど音柔らかくなりますから、こっち行くとガチャガチャな音になる。音が硬くなるから、柔らかい。ちょっとやっぱ一応これは思いを込めたバラードっていう要素があるんでね、そんな感じでやってみようと思います。で、先ほども説明したんですけど、かっこいいバージョンはコードが結構、例えばイントロからもさっきまでもこういうふうに増えたりするパターンがすごく多いですね。こことか。こことか、はい。この辺すごく意識してやってみましょう。あとは結構曲としては淡々としてて、あと伸ばしたり止まったりっていうのはテロップに通過しておくんで、その辺のニュアンスをちょっと汲み取りながら、心込めて、ゆったりとやるのがいいと思います。なんか余裕をね、こう、感じながらやってくださいね。こう、いっぱいいっぱいの感じではない方が、なんかこの曲に合うかなと思いました。はい、そんな感じで、では、思う歌、はい、清作さんの曲、ガズレレビューかっこいいバージョンでやってみる。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。3連のね、感じ、どうですか？ちょっと難しいかもしれませんね。これね、やっぱりガチャ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 する印象に なりやすいんで、なるべく柔らかくふんわりした感じ、そこにあの歌詞のこの思いがこう伝わって、こう、まるっとなる感じがいいと思います。本当にこう、サビではね、感動しちゃいますよね。これはね、心込めて歌って、これリズムもこうできたら、もう気持ちがいいんで、ぜひ皆さん楽しんでやってみてください。このガズクラブ、これもね、相当盛り上がっていまして、もう今600名超えてきましたね、メンバーさん。はい。これめちゃくちゃ楽しいことになってるので、ぜひガズクラブをご検討ください。そしてこのアプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってるこの、ストラップ。このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもある。
あるし、あとこの水引きのこれがね、ガズガズレレではねおなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもホームページにあったりします。あとは、これですよ、これじゃあ、はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本、これはですね、もうこっちはこの赤と黄色100曲それぞれ100曲入り、こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですねもう超わかりやすくてもう大ヒット中です。この3つでそろそろ10万部に到達という本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さんこれ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますので、ぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではですね、もうまだまだこれからもね面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや音楽聴くよりやる方が楽しい、皆さんどんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。